こんにちは、たまいもです。それでは今日も看護学生生活を難易度を下げる情報を発信します。今日は、以前からたくさんリクエストがあった高正答率の必修問題の聞き流し動画です。ということで、今回の動画の内容です。正答率 80% 以上の必修問題の目標3を出題します。目標3の内容は解剖整理、疾患や症候、薬理です。おそらく多くの受験生が苦戦するであろう分野ですね。このチャンネルでは主に看護学生や看護師国家試験を受ける受験生のために役立つ情報を発信しています。動画がいいと思ったらチャンネル登録お願いします。そしてもっとたばいもん応援したんでって思ってくれる方いらっしゃいましたら、よければスーパーサンクスお願いします。よければで大丈夫です。今日の動画は聞き流しにおすすめです。家事や通学中の電車などの合間に聞くことをお勧めします。ただ、最初は画像問題です。画像問題です。右大腿骨前面を図に示す。大腿骨頸部はどれか。それでは答えの発表です。答えは3番でした。この3番の部分が大腿骨頸部です。高齢者の骨折で多い部分です。2番は骨頭です。1番は天使部です。画像問題です。股関節の運動を図に示す。内転はどれか。それでは答えの発表です。答えは3番でした。これは実際にイラストで覚えましょう。そして1番は股関節の屈曲。2番は股関節の外転。4番は股関節の内旋です。画像問題です。呼吸パターンを図に示す。チェーンストークス呼吸はどれか。それでは答えの発表です。答えは1番でした。チェーンストークス呼吸は無呼吸と呼吸を規則的に繰り返します。それに対して BO 呼吸は無呼吸と呼吸が不規則に繰り返されます。しかも呼吸の深さもバラバラです。延髄などが障害されると微量呼吸となります。クスマイル呼吸は呼吸が深くなります。代謝性アシドーシスでこのクスマイル呼吸が起こります。助呼吸は呼吸数が少ない状態です。よって4番は呼吸数が少ない助呼吸です。画像問題です。皮膚の写真を別に示す。矢印で示すのはどれか。1、褥瘡。2、胃ろう。3、人工肛門。4、尿管皮膚瘻。それでは答えの発表です。答えは、3番、人工肛門でした。画像問題です。四肢のうち、麻痺している部位を斜線で図に示す。肩麻痺はどれか。それでは答えの発表です。答えは、3番でした。脳梗塞などで肩麻痺が起こります。1番は両上肢の麻痺です。あんまり起きることはないですね。2番は両下肢が麻痺しています。これは椎麻痺と言います。胸椎以下の損傷で起こります。4番は四肢麻痺です。頸髄の損傷で起こります。画像問題です。腹部前面を図に示す。マックバーニー圧痛点はどれか。それでは答えの発表です。答えは3番でした。マックバーニー圧痛点は急性虫垂炎で起こりやすいです。画像問題です。腹腔ドレーンの排液バッグをベッド柵にかけた図を示す。正しいのはどれか。それでは答えの発表です。答えは2番でした。ポイントは排液バッグがドレーン挿入部よりも低い位置であること。そしてドレーンチューブがねじれてないこと。そしてバッグが床にもついていないことです。よって2番が正解です。骨髄抑制が出現するのはどれか。1、麻薬。2、利尿薬。3、抗がん薬。4、インスリン製剤。それでは答えの発表です。答えは3番、抗がん薬でした。
骨髄で赤血球、白血球、血小板の大元である造血幹細胞を作っています。そんな骨髄が抗がん薬によって抑制されると、赤血球、白血球、血小板が作れなくなります。よって貧血や胃感染、出血傾向などが起こります。麻薬の副作用に便秘とかおしんなどがあります。利尿薬の副作用にカリウムの異常があります。ただし種類によって低カリウム血症になる場合もあれば高カリウム血症になる場合があります。インスリンの副作用は低血糖です。付随菌はどれか。1心筋、2僧帽筋、3大臀筋、4ヒラメ筋。それでは答えの発表です。答えは1番、心筋でした。筋組織には骨格筋、平滑筋、心筋があります。平滑筋と心筋は自分の思い通りに動かせない付随筋です。逆に自分の思い通りに動かせる筋肉を随筋と言います。骨格筋は随筋です。僧帽筋、大臀筋、ヒラメ筋は骨格筋なので随筋となります。神経伝達物質はどれか。1アルブミン、2フィブリン、3アセチルコリン、4エリスロポイチン。それでは答えの発表です。答えは3番アセチルコリンでした。アセチルコリンは運動神経と副交感神経の伝達物質です。アルブミンは肝臓で産生されるタンパク質の一種です。フィブリンは血液凝固に関わります。エリスロポイチンは腎臓から分泌される造血ホルモンです。低体温から回復するための生体の反応はどれか。1、発汗。2、震え。3、乳酸の蓄積。4、体表面への血流増加。それでは答えの発表です。答えは2番、震えでした。低体温ということは体温を上げようとします。なので体温を上げるための反応を選びましょう。この中であれば震えです。筋収縮で熱産生が起こります。そして体温を上げるとき血管を収縮させて血流を減少させます。血管を収縮することで熱が放散されないようにするためです。発汗は体温を下げるときの反応です。つまり高体温のときに起こります。成人の体重に占める体液の割合で最も高いのはどれか。1、血小。2、間質液。3、細胞内液。4、リンパ液。それでは答えの発表です。答えは3番、細胞内液でした。成人の体重に占める体液、つまり水分の割合はおよそ 60% です。その 60% のうちの 40% は細胞内液。20% は細胞外液です。細胞外液は間質液と血小に分かれます。間質液はその 20% のうちの 15%、血小は 5% です。生理食塩水の塩化ナトリウム濃度はどれか。1、0.9%。2、5%。3、9%。4、15%。それでは答えの発表です。答えは1番 0.9% でした。これは血小と同じ濃度です。ちなみにブドウ糖の場合は 5% が血小と同じ濃度です。細胞外液に比べて細胞内液で濃度が高いのはどれか。1カルシウム、2ナトリウム、3カリウム、4クロール。それでは答えの発表です。答えは3番カリウムでした。そして細胞外液に多いのがナトリウムです。カルシウムは体内の 99% が骨にあります。そして 1% が血中にあります。サーカディアンリズムの周期はどれか。1約8時間、2約12時間、3約24時間、4約48時間。それでは答えの発表です。答えは3番、約24時間でした。サーカディアンリズムとは、生物が持っている生体内時計のことです。
死の三兆候に含まれるのはどれか。1、筋の弛緩。2、角膜の混濁。3、呼吸の停止。4、呼鳴反応の消失。それでは答えの発表です。答えは、3番、呼吸の停止でした。厳密には自発呼吸の停止です。そして、他に死の三兆候として、心臓の停止、動脈散大及び対抗反射の消失があります。水欠乏性脱水症の初期の症状、兆候で正しいのはどれか。1、高血。2、めまい。3、尿量増加。4、血圧低下。それでは答えの発表です。答えは、1番、高血でした。水欠乏性脱水では、細胞外液の濃度が上昇します。そして、そうなると、細胞内液から細胞外液に水分が移動します。そのため、高血が起こります。血圧変動は大きくないので、脱水の初期は起こりにくいです。ただし、進行するとめまいも起こってきます。そして、脱水になると腎血流量が減少します。ということは、尿量も減少します。そして、水欠乏性脱水の場合は、細胞外液自体が大きく減りません。そして細胞外液には、血小、つまり血液の中の血球以外の成分ですね。が、あんまり影響ないんですよ。ってことで、初期は血圧は保たれます。しかし、これもめまいと一緒で、脱水が進むと血圧も低下していきます。良性腫瘍と比較して悪性腫瘍で見られる特徴はどれか。1、被膜がある。2、遠隔転移する。3、周囲組織に浸潤しない。4、増殖速度が緩やかである。それでは答えの発表です。答えは、2番、遠隔転移するでした。悪性腫瘍は選択肢の中で一番危険そうなものを選びましょう。そして、1、3、4、つまり被膜がある、周囲組織に浸潤しない、増殖速度が緩やかである。これは、良性腫瘍の特徴です。蛍光投与後の薬物が初回通過効果を受ける場所はどれか。1、胃。2、肝臓。3、小腸。4、腎臓。それでは答えの発表です。答えは、2番、肝臓でした。小腸は薬物の吸収に関わります。腎臓は薬物の排泄に関わります。薬剤の血中濃度の上昇が最も早い予約方法はどれか。1、座薬。2、経口薬。3、筋肉内注射。4、静脈内注射。それでは答えの発表です。答えは、4番、静脈内注射でした。効果発現の速さは、静脈内予約が一番早いです。つまり、静脈内注射ですね。そして、直腸内予約と筋肉内注射。これが同じぐらいに早く発現します。その次は、皮下注射。その次は、皮内注射です。一番遅いのは、経口予約です。ニトルグリセリンの作用はどれか。1、昇圧。2、増血。3、血管拡張。4、免疫抑制。それでは答えの発表です。答えは、3番、血管拡張でした。その副作用として血圧低下が起こります。昇圧はアドレナリンなどの作用です。エリスロポエチンというホルモンの作用で増血が起こります。免疫抑制はステロイドの作用です。薬物動態で肝臓が関与するのはどれか。1、吸収。2、分布。3、代謝。4、蓄積。それでは答えの発表です。答えは、3番、代謝でした。そして、吸収は主に小腸などが行います。分布は体液とかアルブミンなどが関与します。薬物の有害な作用を予測するために収集する情報はどれか。1、居住地。2、家族構成。3、運動障害の有無。4、アレルギーの起用。それでは答えの発表です。答えは、4番、アレルギーの起用でした。有害作用の予測に有用な情報です。
炎症マーカーはどれか。1CA199、 2甲殻抗体、3 C 反応性タンパク質 CRP、 4リューマトイド因子 RF。 それでは答えの発表です。答えは3番 C 反応性タンパク質 CRP でした。 CA199 は消化器がん、膵臓がんなどの主要マーカーです。甲殻抗体は抗原病の診断に用いられる自己抗体の一種です。リューマトイド因子は関節リウマチの診断に利用される自己抗体の一種です。ペニシリンの分類はどれか。1抗がん薬、2抗菌薬、3抗炎症薬、4抗ウイルス薬。それでは答えの発表です。答えは2番抗菌薬でした。ペニシリンは抗菌薬です。抗がん薬の種類としてシスプラチなどがあります。抗炎症薬にはステロイドの代表的な薬であるプレドニゾロンとか、ステロイドではなく非ステロイド性のエネセイズなどがあります。抗ウイルス薬にはアシクロビルなどがあります。カルシウム拮抗薬の血中濃度を上げる食品はどれか。1牛乳、2納豆、3ブロッコリー、4グレープフルーツ。それでは答えの発表です。答えは4番グレープフルーツでした。グレープフルーツはカルシウム拮抗薬の作用を強めてしまいます。カルシウム拮抗薬は血圧を下げる薬です。作用が強まってしまうと低血圧が起こります。牛乳は乳キノロン系、テトラサイクリン系の抗菌薬で作用が低下します。ワルファリンと納豆は拮抗作用にあります。なので納豆を食べてしまうとワルファリンの作用が弱くなってしまいます。メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA に有効な薬はどれか。1バンコマイシン塩酸塩、2セファゾリンナトリウム、3ストレプトマイシン硫酸塩、4ベンジルペニシリンカリウム。それでは答えの発表です。答えは1番バンコマイシン塩酸塩でした。 MRSA に有効です。そしてストレプトマイシン硫酸塩の副作用に難聴があります。抗がん薬による骨髄機能抑制症状はどれか。1嘔吐、2脱毛、3下痢、4歯肉出血。それでは答えの発表です。答えは4番歯肉出血でした。骨髄では血球を作っています。そんな骨髄が抑制されると血球を作れないです。血小板減少によって歯肉出血が起こります。白血球減少で胃感染、赤血球減少で貧血が起こります。嘔吐、脱毛、下痢、いずれも抗がん薬の副作用です。ですが骨髄抑制機能ではないです。抗がん薬の副作用、有害事象である骨髄抑制を示しているのはどれか。1嘔吐、2下痢、3神経障害、4白血球減少。それでは答えの発表です。答えは4番白血球減少でした。骨髄は血球を作ります。そんな骨髄が抑制されると血球を作れなくなります。よって白血球も減少します。嘔吐、下痢、神経障害、いずれも抗がん薬の副作用です。ですが骨髄抑制の症状ではないです。ジギタリスの副作用はどれか。1難聴、2おしん、3胃感染、4満月溶岩棒。それでは答えの発表です。答えは2番おしんでした。ジギタリスもしくはジゴキシンは心収縮力を高めて1回吐く出量を増やします。そんなジギタリスの副作用におしんとか不整脈などがあります。ストレプトマイシンなどの副作用に難聴があります。ステロイドの副作用に胃感染や満月溶岩棒があります。昇圧作用があるのはどれか。1インスリン、2ワルファリン、3アドレナリン、4ニトログリセリン。それでは答えの発表です。答えは3番アドレナリンでした。交感神経の作用を強める働きがあります。よって血圧が上昇します。インスリンは血糖値を低下させる作用があります。ワルファリンは抗凝固作用があります。ニトログリセリンは血管を拡張させて
血圧を低下させる作用があります。狭心症発作時に舌下投与するのはどれか。1ヘパリン、2ジゴキシン、3アドレナリン、4ニトログリセリン。それでは答えの発表です。答えは4番ニトログリセリンでした。舌下投与は内服と違って吸収後にすぐに全身へ流れます。なので即効性があります。なので狭心症発作が起きた時に使います。ヘパリンは抗凝固薬の一つです。血栓塞栓症の治療などに使います。ジゴキシンは狭心薬です。心拍出量を強めます。急性の心不全などに使います。アドレナリンは昇圧薬です。つまり血圧を上げます。ショック時などに使います。転倒転落を起こすリスクを高める薬はどれか。1高圧薬、2抗凝固薬、3気管支拡張薬、4副腎皮質ステロイド薬。それでは答えの発表です。答えは1番高圧薬でした。血圧低下によって脳血流量が減少します。すると転倒リスクが上がります。抗凝固薬は出血傾向のリスクがあります。気管支拡張薬の一つにテオフィリンなどがあります。テオフィリンの副作用には悪心嘔吐などがあります。副腎皮質ステロイド薬は骨粗しょう症や胃感染のリスクがあります。ワーファリンと拮抗作用があるのはどれか。1ビタミン A、 2ビタミン D、 3ビタミン E、 4ビタミン K、 5ビタミン C。 それでは答えの発表です。答えは4番ビタミン K でした。ビタミン K は一部の血液凝固因子合成に関与します。そんなビタミン K と拮抗作用にあるのがワーファリンです。そしてワーファリンは抗血栓薬の一つです。ビタミン A はアンジュン脳に関する視細胞の栄養となります。アンジュン脳というのは暗いところに入った時、最初は見えないんですけども、だんだん見えるようになってくる反応のことです。ビタミン D は活性化するとカルシウム吸収を助けます。ビタミン E は脂質の酸化防止などの作用があります。ビタミン C はコラーゲンを合成します。コラーゲンは組織と組織をつなぎます。抗血小板作用と抗炎症作用があるのはどれか。1ヘパリン、2アルブミン、3アスピリン、4ワルファリン。それでは答えの発表です。答えは3番アスピリンでした。アスピリンはエネセイズの一つです。そしてヘパリンというのは抗凝固作用があります。アルブミンはタンパク質の種類の一つです。ワルファリンは抗凝固作用があります。ワルファリンカリウム服用時に避けた方が良い食品はどれか。1緑茶、2納豆、3チーズ、4グレープフルーツ。それでは答えの発表です。答えは2番納豆でした。納豆には一部の凝固因子を活性化するビタミン K が豊富です。そしてワルファリンカリウムは抗凝固薬です。ビタミン K の働きを抑えます。ということは納豆とワルファリンカリウムは反対の作用を持っています。これを拮抗作用と言います。なのでワルファリンカリウム服用時には避けた方がいいです。そしてグレープフルーツはカルシウム拮抗薬を服用している時に避けた方がいいです。カルシウム拮抗薬の血圧低下作用を強めてしまいます。ワルファリンとビタミン K との関係はどれか。1相加作用、2相乗作用、3拮抗作用、4有害作用。それでは答えの発表です。答えは3番拮抗作用でした。ワルファリンというのは抗凝固薬です。ビタミン K は血液凝固因子の一部を活性化させます。なので拮抗作用にあります。出血傾向のある患者に禁忌なのはどれか。1ペニシリン、2インスリン、3ワルファリン、4プレドニゾロン。それでは答えの発表です。答えは3番ワルファリンでした。血栓を作らないために抗凝固作用があります。なので出血が止まらなくなります。ペニシリンは抗菌薬の一種です。ただし MRSA には効かないです。インスリンは血糖値を低下させる作用があります。プレドニゾロンは抗炎症作用と
血糖値を上昇させる作用などがあります。副腎皮質ステロイドの作用はどれか。1、体重の減少。2、血糖の低下。3、血圧の低下。4、免疫の促進。5、炎症の抑制。それでは答えの発表です。答えは5番、炎症の抑制でした。そして、ステロイドではですね、体幹肥満などが起こります。これによって体重は上昇します。糖新生の作用があるので血糖値は上昇します。また、血圧を上昇させる作用もあります。そして、化学伝達物質の放出を抑制するので免疫を抑制します。その結果、炎症も抑制されます。長期間の使用によって満月溶岩棒、ムーンフェイスをきたすのはどれか。1、ヘパリン。2、インスリン。3、テオフィリン。4、プレドニゾロン。5、インドメタシン。それでは答えの発表です。答えは4番、プレドニゾロンでした。これは副腎皮質ステロイド薬の一種です。そしてヘパリンは抗凝固作用の薬です。ということで副作用に出血傾向があります。インスリンは血糖低下薬なので副作用に低血糖があります。テオフィリンは気管支拡張薬です。インドメタシンは非ステロイド性抗炎症薬です。副作用に消化性潰瘍などがあります。副腎皮質ステロイド薬の長期投与による有害作用はどれか。1、骨粗鬆症。2、血圧低下。3、聴力障害。4、低血糖。それでは答えの発表です。答えは1番、骨粗鬆症でした。腸でのカルシウム吸収を阻害すると言われています。そして、ステロイドでは血圧が上昇します。アルドステロンとかアドレナリンの増強を行うからです。そして、アドレナリンが増強することによって眼圧が上昇し、緑内障など視力障害を起こします。ステロイドは糖新生によって高血糖を起こします。副作用として低血糖症状を起こす可能性があるのはどれか。1、ジゴキシン。2、インスリン。3、フェニトイン。4、ワルファリン。それでは答えの発表です。答えは2番、インスリンでした。血糖値を低下させます。なので低血糖症状を起こす可能性があるんです。ジゴキシンは強心薬、つまり心収縮力を高める薬です。副作用におしんとか不整脈があります。ワルファリンは抗凝固薬です。副作用に出血傾向があります。フェニトインは抗てんかん薬です。副作用に運動失調などを起こします。ただ、2週目にフェニトインをそこまで頑張って覚えなくてもいいです。目的とする効果が安定して発現するまでに最も時間がかかる薬はどれか。1、睡眠薬。2、鎮痛薬。3、抗うつ薬。4、抗血栓薬。それでは答えの発表です。答えは3番、抗うつ薬でした。2週間から4週間はかかるとされています。なので、時間がかかるから自己中断しないように注意します。睡眠薬とか鎮痛薬は、頓服で服用することがあります。頓服で服用するので、効果は早く出やすいんです。抗血栓薬は抗うつ薬ほど遅くはないです。ただ、抗血栓薬の発現するまでにかかる時間とかはわざわざ覚えなくてもいいかなと思います。それよりも、副作用の出血傾向とか、そこを覚えてください。モルヒネの副作用有害事象はどれか。1、出血。2、難聴。3、便秘。4、骨髄抑制。それでは答えの発表です。答えは、3番、便秘でした。他にも呼吸抑制とか嘔吐などの副作用があります。出血傾向であればアスピリンとかワルファリンの副作用となります。ストレプトマイシンなどのアミノグリコシド系抗菌薬の副作用に難聴があります。具体的には感音性難聴を起こします。骨髄抑制は抗がん薬の副作用です。調布剤として用いられる薬剤はどれか。1、フェンタニル。2、リン酸コデイン。3、モルヒネ塩酸塩。4、オキシコドン塩酸塩。それでは答えの発表です。答えは、1番、フェンタニルでした。
麻薬性鎮痛薬の一つです。持続性がある鎮痛薬として用いられることが多いです。モルヒネ、オキシコドンは麻薬性鎮痛薬なんですけども、鎮痛用で使うことはないです。非ステロイド性抗炎症薬で注意すべき有害作用はどれか。1、薬物依存。2、無月経。3、消化性潰瘍。4、糖尿病。それでは答えの発表です。答えは、3番、消化性潰瘍でした。胃粘膜を保護するプロスタグランジンという物質の働きを抑えるので、胃潰瘍などが起こります。他にも出血傾向とか腎障害なども起こします。薬物依存は麻薬性鎮痛薬などではリスクがあります。無月経、糖尿病、これはステロイドでの副作用です。麻薬性鎮痛薬の副作用はどれか。1、心機更新。2、食欲の更新。3、腸蠕動の抑制。4、骨髄機能の抑制。それでは答えの発表です。答えは3番、腸蠕動の抑制でした。そのため便秘が生じます。また麻薬性鎮痛薬では徐脈を起こすことがあります。他にもおしりや便秘が起こりやすいです。なので食欲は減退しやすいです。骨髄機能の抑制、これは抗がん薬の副作用です。モルヒネによる急性中毒の症状、兆候はどれか。1、賛同。2、胸痛。3、低血糖。4、呼吸抑制。それでは答えの発表です。答えは4番、呼吸抑制でした。呼吸中枢に作用して呼吸抑制が生じます。そしてモルヒネの急性中毒では縮瞳する場合があります。胸痛は心筋梗塞などの症状です。低血糖はインスリンなどの副作用です。細菌感染で起こるショックはどれか。1、心原性ショック。2、敗血症性ショック。3、アナフィラキシーショック。4、循環血液量減少性ショック。それでは答えの発表です。答えは2番、敗血症性ショックでした。そして心原性ショックは心拍数量減少で起こるショックです。アナフィラキシーショックはアレルギー反応により起こるショックで血管が拡張します。循環血液量減少性ショックはその名の通りです。出血などで循環血液量が減少します。特定の抗原となる物質によって生じるアレルギー反応で引き起こされるショックはどれか。1、心原性ショック。2、出血性ショック。3、神経原性ショック。4、アナフィラキシーショック。それでは答えの発表です。答えは4番、アナフィラキシーショックでした。1型アレルギーで起こるショックです。そして心原性ショックは心臓のポンプ作用低下によって起こります。心筋梗塞などが原因疾患としてあります。出血性ショックでは循環血液量が減少します。神経原性ショック、これは交感神経の遮断などで起こるショックです。心原性ショックで直ちに現れる兆候はどれか。1、血圧の上昇。2、体温の上昇。3、尿量の増加。4、脈拍数の増加。それでは答えの発表です。答えは4番、脈拍数の増加でした。ショックによって血圧が低下します。それを補うために心拍数が増加します。ということは脈拍数も増加します。熱を末梢に運べなくなります。よって末梢冷感が起こります。そして血圧低下するということは腎血流量も低下します。ということは尿量も低下します。大腸で吸収されるのはどれか。1、脂質。2、水分。3、糖質。4、タンパク質。それでは答えの発表です。答えは2番、水分でした。大腸で吸収するのはほぼ水分のみです。そして小腸では脂質も糖質もタンパク質もビタミンも電解質も水分も吸収します。また水分吸収する量も小腸の方が多いです。口腹膜器官はどれか。1、胃。2、肝臓。3、空腸。4、腎臓。それでは答えの発表です。答えは
4番、腎臓でした。腹膜腔より後方に位置する器官を後腹膜器官と言います。腹腎、十二指腸、膵臓、上行結腸、下行結腸、直腸があります。胃から分泌される消化管ホルモンはどれか。1、ガストリン。2、セクレチン。3、胃抑制ペプチド。4、コレシストキニン。それでは答えの発表です。答えは、1番、ガストリンでした。胃の出口ら辺を幽門部と言います。その幽門部にある G 細胞からガストリンが分泌されます。ガストリンは胃酸分泌を促進します。セクレチンは十二指腸から分泌される消化管ホルモンです。胃酸分泌を抑制します。コレシストキニンも十二指腸から分泌されます。胆囊収縮作用や水液分泌促進作用があります。胆囊収縮することによって胆汁の分泌を促すことにつながります。大腸の狭窄による便秘はどれか。1、器質性便秘。2、痙攣型便秘。3、弛緩型便秘。4、直腸性便秘。それでは答えの発表です。答えは、1番、器質性便秘でした。器質性便秘は腸の形の異常で起こる便秘です。例えば、大腸がんとか、腸の術後の腸同士がひっつく状態とかで起こります。痙攣型便秘は腸の過度な収縮で中の便が動けなくて起こる便秘です。弛緩型便秘は運動不足とか食物繊維をあまり取っていないなどの生活習慣などが原因で腸蠕動を低下して起こる便秘です。直腸性便秘は排便反射の低下で起こります。寝たきり患者などで起こりやすいです。弛緩性便秘を予防するための指導で適切なのはどれか。1、適度な運動。2、土石の禁止。3、腹部の冷暗房。4、低残差食の摂取。それでは答えの発表です。答えは、1番、適度な運動でした。土石を禁止する必要はないです。そして、腹部の温暗房が便秘には有効です。残差の多い食事として、食物繊維の摂取を指導します。下痢によって生じやすいのはどれか。1、低カリウム血症。2、高カルシウム血症。3、高ナトリウム血症。4、低マグネシウム血症。それでは答えの発表です。答えは、1番、低カリウム血症。4番、低マグネシウム血症でした。これは答えが2つありました。カリウムは多くの食品に含まれています。よって、下痢が起こるとカリウムがたくさん排泄されて低カリウム結晶となります。マグネシウムもほぼ同じような理由です。そして高ナトリウム結晶、実はですね、下痢によってナトリウムも吸収されないんですけども、それ以上に水分が吸収されないということで、ナトリウムも減ってるんですけども、それ以上に水が減ってしまって高ナトリウム結晶になる場合があります。なので、あながち間違いではありません。高カルシウム結晶は副甲状腺機能亢進症などで起こります。胃潰瘍の患者に見られる少量の吐血の特徴はどれか。1、泡沫状。2、アルカリ性。3、アンモニア臭。4、コーヒー残作用。それでは答えの発表です。答えは、4番、コーヒー残作用でした。胃潰瘍ということは胃で出血します。血液が強酸性の胃酸によって黒くなります。よって、アルカリ性ではなくて酸性となります。泡沫状というのは排水腫などで起こります。ですがその場合は吐血ではなくて滑血です。吐血は消化管の出血。滑血は気道の出血です。先行色の下血が見られた時の出血部位で正しいのはどれか。1、胃。2、食道。3、直腸。4、十二指腸。それでは答えの発表です。答えは、3番、直腸でした。直腸には消化酵素がないので、血液の色に影響はありません。胃で出血した場合は、胃液によって血液が黒くなります。黒くなった血液が便に混ざると、タール便となります。
胃液を分泌する胃とか、胃液がすぐに流れてくる十二指腸の出血で起こります。食道で出血した場合は吐血の方が多いです。その際は先行食の吐血となります。胃がんのウィルヒョウ転移が生じる部位はどれか。1、液化。2、鼠径部。3、右記録部。4、左鎖骨上下。それでは答えの発表です。答えは、4番、左鎖骨上下でした。リンパ節転移で起こります。下血が見られる疾患はどれか。1、肝嚢胞。2、大腸がん。3、卵巣がん。4、腎盂腎炎。それでは答えの発表です。答えは、2番、大腸がんでした。他にも腹痛とか便秘なども生じます。卵巣がんでは性器出血が起こります。腎盂腎炎の主な症状は尿混濁、発熱、背部高脱などです。肝嚢胞はこの問題ぐらいしか出てないですね。肝臓の機能で正しいのはどれか。1、胆汁の貯蔵。2、体液量の調節。3、ホルモンの分泌。4、タンパク代謝。それでは答えの発表です。答えは、4番、タンパク代謝でした。アルブミンなどを合成しています。そして、胆汁の合成を行っています。肝臓はホルモンの分泌は行っていません。ホルモンを不活化しています。体液量の調節はアルドステロンやバソプレシンというホルモンが行っています。そして腎臓も関わっています。胆汁の作用はどれか。1、殺菌。2、脂肪の乳化。3、タンパク質の分解。4、炭水化物の分解。それでは答えの発表です。答えは、2番、脂肪の乳化でした。脂肪を分解しやすい状態にします。これを乳化と言います。殺菌するのは pH 1から2の強酸性を持つ胃酸です。タンパク質の分解は胃液のペプシンなどが行います。炭水化物の分解は水液に含まれるアミラーゼなどが行います。脂肪分解酵素はどれか。1、ペプシン。2、リパーゼ。3、マルターゼ。4、ラクターゼ。それでは答えの発表です。答えは、2番、リパーゼでした。水液に含まれています。人間の体の中で脂肪を分解する唯一の酵素です。ペプシンはタンパク質分解酵素です。胃液に含まれています。マルターゼ、ラクターゼは糖質分解酵素です。腸液に含まれています。水リパーゼが分解するのはどれか。1、脂肪。2、タンパク質。3、炭水化物。4、ビタミン。それでは答えの発表です。答えは、1番、脂肪でした。そして、タンパク質は胃液であればペプシン、水液であればトリプシンなどが分解します。炭水化物の場合、水液のアミラーゼなどが分解します。血中濃度が上昇すると黄疸となるのはどれか。1、グルコース。2、ビリルビン。3、クレアチニン。4、総コレステロール。それでは答えの発表です。答えは、2番、ビリルビンでした。ビリルビンが上昇すると黄疸になります。グルコースが上昇すると高血糖状態です。慢性的に続く場合は糖尿病が疑われます。クレアチニンは腎機能障害で上昇します。総コレステロールはネフローゼ症候群や脂質異常症などで上昇します。黄疸で黄疸を確認しやすい部位はどれか。1、歯。2、毛髪。3、総称。4、眼球結膜。それでは答えの発表です。答えは、4番、眼球結膜でした。いわゆる白目の部分です。そこが黄色くなるので確認しやすいです。総称は、チアノーゼの際に確認しやすいです。黄疸を最も確認しやすいのはどれか。1、総称。2、毛髪。3、耳たぶ。4、眼球結膜。それでは答えの発表です。答えは、4番、眼球結膜でした。
横断になると皮膚とか眼球結膜が黄色く染まります。難しい言い方で黄線するんです。そして眼球結膜はもともとが白なので、黄色くなった時に変化が分かりやすいんです。だから眼球結膜は黄疸を最も確認しやすいんです。黄疸で黄線を確認しやすい部位はどれか。1、歯。2、毛髪。3、総称。4、眼球結膜。それでは答えの発表です。答えは、4番、眼球結膜でした。必修に非常によく出ます。しっかり押さえときましょう。眼球結膜はいわゆる白目の部分です。黄色くなったら変化がわかりやすいです。肝性脳症の直接的原因はどれか。1、尿酸。2、アンモニア。3、グルコース。4、ビリルビン。それでは答えの発表です。答えは、2番、アンモニアでした。肝性脳症というのは、肝臓がアンモニアを解毒できず、脳に障害を与えている状態やと思ってください。なので、直接的原因はアンモニアです。尿酸が多くなると痛風を起こします。グルコースが多くなると高血糖になります。ビリルビンが多くなると黄疸を起こします。有害物質を無毒化し、排泄する臓器はどれか。1、胃。2、肝臓。3、膵臓。4、大腸。それでは答えの発表です。答えは、2番、肝臓でした。アンモニアなどを無毒化します。胃は消化活動を行います。特にタンパク質を分解します。膵臓は三大栄養素すべてを分解する膵液を分泌します。大腸は水分を吸収します。小腸で吸収しきれなかった残った水分を吸収します。そして便の形成をします。黄疸のある成人患者に見られる随伴症状はどれか。1、動悸。2、難聴。3、関節痛。4、挿用感。それでは答えの発表です。答えは、4番、挿用感でした。動悸は貧血などで起こります。難聴はメニエール病などで起こります。関節痛は関節リウマチなどで起こります。肝障害の指標となる血液生化学検査の項目はどれか。1、CRP。2、尿素窒素。3、アミラーゼ。4、ALT、GPT。それでは答えの発表です。答えは、4番、ALT でした。他にも AST というのがあります。AST も ALT も肝機能の指標となります。CRP は炎症があると上昇します。尿素窒素は腎障害の時に上昇します。アミラーゼは急性膵炎の時に上昇します。浮き六部の線痛発作を特徴とする疾患はどれか。1、胃がん。2、腸閉塞。3、胆石症。4、十二指腸潰瘍。それでは答えの発表です。答えは、3番、胆石症でした。胆嚢は右記録部に位置します。そこに意思があると、胆嚢の胆汁などが詰まってしまって、線痛発作を起こしてしまいます。胃がんや十二指腸潰瘍では、進化物痛が起こります。ただし、胃がんの初期は無症状であることが多いです。腸閉塞は病変部周囲で腹痛が起こります。しかし、右記録部が特徴ではないです。健常な成人で心臓壁が最も厚いのはどれか。1、右心室。2、右心房。3、左心室。4、左心房。それでは答えの発表です。答えは、3番、左心室でした。全身に血液を送るので、心筋が大きく最も熱いです。心臓の刺激伝導系で最初の興奮部位はどれか。1、動房結節。2、房室結節。3、皮質束。4、プルキンエ繊維。それでは答えの発表です。答えは、1番、動房結節でした。刺激伝導系の順番をしっかり押さえときましょう。動房結節から興奮が始まり、その次、房室結節。続いて、皮質束。その次が、右脚左脚。
そしてプルキンエ繊維となっています。胎児循環で胎児から胎盤に血液を送るのはどれか。1、早頸動脈。2、肺動脈。3、細動脈。4、細静脈。それでは答えの発表です。答えは、3番、細動脈でした。胎児から胎盤に流れる時の血管です。中身は静脈血です。そして、細静脈は胎盤から胎児に流れる血管です。中身は酸素が多い動脈血です。肺動脈、これは肺は機能していません。翼黒視は胎児循環で出してきます。左心不全で見られる症状はどれか。1、肝腫大。2、下体浮腫。3、キザ呼吸。4、頸静脈、徒長。それでは答えの発表です。答えは、3番、キザ呼吸でした。左心不全では心拍出量が減少することによって、左心室、左心房、肺静脈、肺毛細血管と渋滞を起こしてしまいます。つまり血液が鬱血するんです。それによって呼吸困難が起こります。肺胞に血液とかが入るからですね。なので、機材などで状態を起こします。すると、肺毛細血管の血流量が低下します。肝腫大、下体浮腫、頸静脈徒長、いずれも右心不全の症状です。静脈の鬱血によってこれらは起こります。左心室から全身に血液を送り出す血管はどれか。1、大静脈。2、大動脈。3、肺静脈。4、肺動脈。それでは答えの発表です。答えは、2番、大動脈でした。左心室から大動脈を経て全身に血液を送り出します。そして、肺動脈は右心室から血液を送り出す血管です。大静脈は右心房に流れる血管です。上大静脈と下大静脈があります。肺静脈は肺でガス交換を終えた後に流れる血管です。左心房に流れ着きます。チアノーゼとは、括弧の絶対量が増加して、5以上になり、皮膚や粘膜が紫から青紫色を示す状態のことを言う。括弧に入るのはどれか。1、ビリルビン。2、ヘモグロビン。3、ヘモグロビン A1C、HbA1C。4、脱酸素化ヘモグロビン。還元ヘモグロビン。それでは答えの発表です。答えは、4番、脱酸素化ヘモグロビン、還元ヘモグロビンでした。酸素とくっついていないヘモグロビンのことを脱酸素化ヘモグロビン、もしくは還元ヘモグロビンと言います。酸素不足でこの脱酸素化ヘモグロビンが増えます。ということはチアノーゼになります。ビリルビンが上昇すると黄疸になります。ヘモグロビンが低下すると貧血になります。ヘモグロビン A1C は 6.5% 以上で糖尿病が疑われます。チアノーゼの際の皮膚の色に最も近いのはどれか。1、青。2、赤。3、黄。4、白。それでは答えの発表です。答えは、1番、青でした。チアノーゼは酸素とくっついていないヘモグロビンが増加することで起こります。酸素とくっついていないヘモグロビンを還元ヘモグロビン、または脱酸素化ヘモグロビンと言います。呼吸器疾患や循環障害でこのチアノーゼが起こります。度合いにもよるんですけども、炎症などで皮膚が赤くなります。皮膚が黄色くなるとき、それは黄疸です。黄疸で皮膚が黄色くなります。虚血状態だと皮膚は白っぽくなります。共通を訴えるのはどれか。1、髄膜炎。2、腎結石。3、急性心筋梗塞。4、メニエール病。それでは答えの発表です。答えは、3番、急性心筋梗塞でした。そして、髄膜炎は頭痛や嘔吐などを訴えます。腎結石は腰背部痛などが起こります。メニエール病では、耳鳴りや難聴、めまいなどが起こります。最も緊急性の高い不整脈はどれか。1、心房細動。2、心室細動。3、心房性気外収縮。4、一度房室ブロック。それでは答えの発表です。答えは、
2番、寝室サイドでした。寝室の至る場所に興奮が起こり、寝室が小刻みに震えるだけで収縮しません。これは心停止に似た状態となります。ということで、緊急性が最も高いです。心房細動も危険な不整脈です。脳塞栓症の危険があるんですけども、心室細動の方がより危険です。心房性気外収縮、一度房室ブロック、通常は経過観察です。徐脈性の不整脈で起こりやすいのはどれか。1、失語。2、失効。3、失神。4、失明。それでは答えの発表です。答えは3番、失神でした。徐脈では脳血流量が低下します。そのため、失神の危険があります。失語、失効は脳血管疾患などが原因です。失明は緑内障などが原因です。外傷が起こりやすいのはどれか。1、右心不全。2、左心不全。3、心筋梗塞。4、肺梗塞。それでは答えの発表です。答えは2番、左心不全でした。左心不全というのは左心室のポンプ機能が障害された状態です。すると肺から肺静脈を通って左心房へ送られるはずの血液が渋滞します。すると肺胞に血液や水分が入って外傷とか呼吸困難を起こすんです。右心不全では浮腫などが起きます。心筋梗塞では胸痛が起こります。肺梗塞では胸痛と呼吸困難が起こります。初期症状として下肢の浮腫が特徴的なのはどれか。1、肝硬変。2、鬱血性心不全。3、閉塞性動脈硬化症。4、クッシング症候群。それでは答えの発表です。答えは2番、鬱血性心不全でした。心拍出量減少によって肺や全身の循環が渋滞します。なので浮腫が起こります。そして重力によって下肢に浮腫が起こりやすいんです。肝硬変でも浮腫や腹水を起こします。ただ初期症状ではないんです。閉塞性動脈硬化症では歩くと痛みが起こります。なので歩いたら休息します。すると消失するので再び歩き出します。するとまた痛みが起こるので休息します。このような歩き方を間欠性跛行と言います。クッシング症候群では体幹肥満などを起こします。右前胸部から頸部や左上肢への放散痛が生じる疾患はどれか。1、胃潰瘍。2、狭心症。3、胆石症。4、尿管結石症。それでは答えの発表です。答えは2番、狭心症でした。胸痛だけでなく放散痛も起こります。そして胃潰瘍では心下部痛が起こります。胆石症は右記録部に痛みが起こります。尿管結石症では肺部痛が起こります。脳塞栓症を生じやすい不整脈はどれか。1、心室頻迫。2、心房細動。3、心房性気外収縮。4、完全房室ブロック。それでは答えの発表です。答えは2番、心房細動でした。心房が小刻みに震えるだけで収縮はしないです。よって心房内の血流が低下して血栓ができます。その血栓が心臓の収縮とともに全身に流れます。そして脳にも流れます。その血栓が脳動脈を塞いで脳塞栓症を起こします。心室頻迫は心室細動に移行する危険があります。心房性気外収縮は心房が本来のリズムとは別に興奮する不整脈です。完全房室ブロックは心房の興奮と心室の興奮が全く噛み合ってない状態です。それによって徐脈を起こします。ってことは脳への血流量が減少して失神を起こしやすくなります。動脈硬化に最も関連のある危険因子はどれか。1、胆石症。2、尿管結石。3、脂質異常症。4、高尿酸血症。それでは答えの発表です。答えは3番、脂質異常症でした。他にも高血圧とか糖尿病も危険因子となります。
胆石症は脂質の取りすぎで起こります。尿管結石は高尿酸結晶とか高カルシウム結晶などで起こります。そして高尿酸結晶は痛風の危険因子となります。ホルモンを分泌するのはどれか。 1. 前立腺、 2. 子宮、 3. 膵臓、 4. 肝臓。それでは答えの発表です。答えは3番膵臓でした。インスリンとかグルカゴンを分泌します。そして生殖器でホルモンを分泌するのは卵巣もしくは精巣です。前立腺や子宮は分泌していないです。肝臓はホルモンを不活化します。下垂体から分泌されるホルモンはどれか。 1. グルカゴン、 2. プロラクチン、 3. 副甲状腺ホルモン、 4. テストステロン。それでは答えの発表です。答えは2番プロラクチンでした。下垂体の前葉から分泌されます。グルカゴンは膵臓から分泌されます。副甲状腺ホルモンは副甲状腺から分泌されます。テストステロンは精巣とか副腎から分泌されます。内分泌器官はどれか。 1. 乳腺、 2. 涙腺、 3. 甲状腺、 4. 唾液腺。それでは答えの発表です。答えは3番甲状腺でした。内分泌器官はホルモンなどを血管内に分泌する器官です。それに対して外分泌器官は分泌物を体の外や消化管などといった関空臓器に分泌する器官です。甲状腺は甲状腺ホルモンを分泌します。ホルモンということで血管内に分泌します。よって内分泌器官です。乳腺、涙腺、唾液腺は外分泌器官に該当します。低体温が起こるのはどれか。 1. 尿崩症、 2. 褐色細胞腫、 3. 甲状腺機能低下症、 4. クッシング症候群。それでは答えの発表です。答えは3番甲状腺機能低下症でした。甲状腺ホルモンは代謝を促進します。ですがそんな甲状腺機能が低下すると体温が低下します。尿崩症では濃度の薄い尿が大量に出ます。褐色細胞腫では高血圧とか高血糖を起こします。クッシング症候群では胃汗腺で体温上昇することはあります。体温低下を引き起こすのはどれか。 1. カテコラミンの分泌更新、 2. 甲状腺ホルモンの分泌低下、3. 副甲状腺ホルモンの分泌低下、 4. 副腎皮質刺激ホルモンの分泌更新。それでは答えの発表です。答えは2番甲状腺ホルモンの分泌低下でした。甲状腺ホルモンは代謝を更新させます。甲状腺ホルモンの分泌低下で代謝が低下します。よって体温低下が起こります。カテコラミンの分泌が更新すると心拍数や血圧、血糖が上昇します。そして副甲状腺ホルモンは血中カルシウム濃度を上昇させます。そんな副甲状腺ホルモンの分泌が低下すると血中カルシウム濃度が下がります。副腎皮質刺激ホルモンはコルチゾールの分泌を促します。ということで分泌が更新するとコルチゾールの分泌も更新します。低血糖によって分泌が促進されるのはどれか。 1. アルドステロン、 2. テストステロン、 3. 甲状腺ホルモン、 4. 副腎皮質刺激ホルモン。それでは答えの発表です。答えは4番副腎皮質刺激ホルモンでした。糖新生するコルチゾールを分泌するためにその上肢っぽいポジションにいる副腎皮質刺激ホルモンが分泌促進されます。アルドステロンは低血圧の時に分泌促進されます。テストステロンは男性ホルモンの一種です。筋トレするとテストステロンの分泌量が上がります。甲状腺ホルモンは代謝を促すホルモンです。ということで代謝が下がっている時に甲状腺ホルモンの分泌が促進されて代謝を上げます。ストレス下で分泌されるホルモンはどれか。1.
カルシトニン、2コルチゾル、3バソプレシン、4エリスロポイチン。それでは答えの発表です。答えは2番コルチゾルでした。他にもアドレナリンもストレス下で分泌されるホルモンです。そのためコルチゾルとアドレナリンはストレスホルモンとも言われます。カルシトニンは血中カルシウム濃度が高い時に分泌されます。血中カルシウムを骨に流して骨の形成を促します。バソプレシンは血小浸透圧が上昇した時に分泌されます。難しい言い方してるんですけども、血小濃度が高くなる、つまり濃くなっている時に分泌促進されます。そして尿として捨てられる予定の水分を血管に戻して血液の濃度を薄めてくれます。エリスロポイチンは腎臓から分泌される造血ホルモンです。甲状腺機能検査を受ける患者の検査食はどれか。1. 尿道制限食、 2. タンパク制限食、 3. 脂肪制限食、 4. 低残差食。それでは答えの発表です。答えは1番尿道制限食でした。尿道は甲状腺ホルモンが働くために必要です。そんな尿道を1週間制限することで尿道への反応がわかります。肝疾患や腎疾患でタンパク質を制限することが多いです。慢性膵炎や脂質異常症で脂肪を制限することが多いです。そして潰瘍性大腸炎やクローン病では高残差な食物繊維を制限します。糖尿病の血糖コントロールの指標となる検査値はどれか。 1. 総ビリルビン、 2. 総コレステロール、 3. グリコヘモグロビン、 4. クレアチニンクリアランス。それでは答えの発表です。答えは3番グリコヘモグロビンでした。血中ヘモグロビンのうち糖と結合したヘモグロビンで過去2ヶ月ほどの体の状態が反映されます。総ビリルビンが上昇すると黄疸となります。総コレステロールが上昇すると脂質異常症となります。クレアチニンクリアランスは腎機能の指標です。メタボリックシンドロームの診断に必須の診断基準項目はどれか。 1. 腹囲、 2. 脂質、 3. 血圧、 4. 血糖。それでは答えの発表です。答えは1番腹囲でした。男性は85センチ以上、女性は90センチ以上で該当します。腹囲が該当して血圧、血糖、脂質の3つのうち2つ以上該当したらメタボリックシンドローム診断となります。痛風の患者の血液検査データで高値を示すのはどれか。 1. 尿酸、 2. 尿素窒素、 3. アルブミン、 4. トリグリセリド。それでは答えの発表です。答えは1番尿酸でした。これはプリン体の最終代謝産物です。尿素窒素が高いと腎機能障害の可能性があります。アルブミンは低栄養状態や肝硬変、ネフローゼ症候群で低下します。トリグリセリドの値が高いと脂質異常症です。不足すると貧血になるのはどれか。1. ビタミン A、 2. ビタミン B12、 3. ビタミン D、 4. ビタミン E。 それでは答えの発表です。答えは2番ビタミン B12 でした。強赤芽球性貧血になります。ビタミン A が不足すると夜盲症になります。ビタミン D が不足すると骨粗鬆症になります。ビタミン E が不足すると神経障害の原因となります。 15% 塩化カリウム注射液原液の静脈内投与で起こりうるのはどれか。 1. 無尿、 2. 発熱、 3. 心停止、 4. 骨髄抑制。それでは答えの発表です。答えは3番心停止でした。高カリウム結晶となってしまって心停止を起こします。ちなみに無尿時にカリウム投与すると心停止の危険があります。なので禁忌です。骨髄抑制は抗がん薬などでの副作用です。無尿時に原則として投与が禁忌なのはどれか。 1. マグネシウム、 2. ナトリウム、
3. クロール 4. カリウム。それでは答えの発表です。答えは4番カリウムでした。無尿ということは尿が作れない状態です。ということはいろんな物質が排泄できないんです。カリウムを投与してしまうとカリウムが排泄できなくなって高カリウム血症になります。よって心停止の危険があります。腎機能障害のある患者に見られる浮腫の原因はどれか。 1. リンパ管閉塞、 2. カリウム貯留、 3. 血管透過性亢進、 4. 血小孔質浸透圧低下。それでは答えの発表です。答えは4番血小孔質浸透圧低下でした。腎機能障害によってアルブミンがろ過されます。アルブミンの低下によってこの血小孔質浸透圧が低下するんです。よって浮腫を起こします。そしてリンパ管閉塞は浮腫の原因ではあるんですけども、腎機能障害とは関係ないです。カリウム貯留は確かに腎機能障害で起こるんですけども、これは浮腫と直接関係ないです。血管透過性亢進は浮腫の原因です。ですが腎機能障害とは関係ないです。成人の膀胱の平均容量はどれか。 1.100ml 2.500ml 3.1000ml 4.1500ml。 それでは答えの発表です。答えは2番 500ml でした。腎機能の指標はどれか。 1.AST 2. 尿ビリルビン 3. 尿素窒素 BUN 4. 血清アミラーゼ。それでは答えの発表です。答えは3番尿素窒素 BUN でした。他にもクレアチニンが腎機能の指標です。 AST は肝機能の指標です。尿ビリルビンは胆道の閉塞の有無の指標になってきます。血清アミラーゼは膵臓に異常がないかの指標です。骨盤底筋訓練が最も有効なのはどれか。 1. 反射性尿失禁、 2. 切迫性尿失禁、 3. 腹圧性尿失禁、 4. 逸流性尿失禁。それでは答えの発表です。答えは3番腹圧性尿失禁でした。骨盤底筋群の低下で起こります。くしゃみなどの腹圧への刺激で尿漏れを起こす失禁です。そのため骨盤底筋訓練が有効です。反射性尿失禁は脊髄損傷などで尿意が分からず失禁することです。切迫性尿失禁は急激な強い尿意でトイレに間に合わず失禁することです。対処法として排尿を抑制する薬を使うことがあります。逸流性尿失禁は排尿がうまくできず膀胱に尿が多く溜まってしまってやがて限界を迎え、その重みで失禁する状態です。前立腺肥大症などが原因です。前立腺がんに特徴的な腫瘍マーカーはどれか。 1.AFP 2. CA199 3. CEA 4. PSA。 それでは答えの発表です。答えは4番 PSA でした。国試で一番よく問われる腫瘍マーカーです。前立腺がんは PSA、 必ず覚えておきましょう。そして AFP は肝細胞がんの腫瘍マーカーです。 CEA は大腸がんなど腺がんの腫瘍マーカーです。 CA199 はいろいろあります。消化器がんとか膵臓がんなどの腫瘍マーカーです。まあ、ここは余裕があれば覚えとくぐらいでいいです。免疫機能に関与する細胞はどれか。 1. 血小板、 2. 白血球、 3. 毛赤血球、 4. 成熟赤血球。それでは答えの発表です。答えは2番白血球でした。白血球いろんな種類あるんですけども、例えば好中球とか単球、もっと言うならマクロファージですね、とかであれば細菌を鈍食したりします。血小板は止血機能に関与します。成熟赤血球は酸素を運搬します。毛赤血球というのは成熟する前の赤血球です。1年前に蜂に刺された人が再び蜂に刺された、起こる可能性があるアレルギー反応はどれか。 1.
1型アレルギー、2、2型アレルギー、3、3型アレルギー、4、4型アレルギー。それでは答えの発表です。答えは、1番、1型アレルギーでした。これはアナフィラキシーの説明をしています。なので1型です。2型というのは抗体と結合した細胞が障害されるアレルギーです。3型は抗原と抗体が結合した免疫複合体が関与しています。4型アレルギーは T 細胞が関与します。スベルクリン反応の基準はどれか。1、1型アレルギー。2、2型アレルギー。3、3型アレルギー。4、4型アレルギー。それでは答えの発表です。答えは、4番、4型アレルギーでした。他には接触性皮膚炎などがあります。1型アレルギーにはアナフィラキシーなどがあります。2型は橋本病などがあります。3型は急性子宮体腎炎などがあります。成人の正常な赤血球の説明で正しいのはどれか。1、球状の細胞である。2、腎臓で破壊される。3、寿命は約60日である。4、酸素の輸送を担っている。それでは答えの発表です。答えは、4番、酸素の輸送を担っているでした。そして、成熟した赤血球は中央がくぼんだ円盤状となっています。成熟すると、DNA を保存している核がなくなるからですね。円盤状になることで、細い細い毛細血管にも通ることができます。そして、寿命は120日です。寿命を迎えると、脾臓で破壊されます。血小板の機能はどれか。1、抗体産生。2、浸透圧調整。3、酸素の運搬。4、血液凝固。それでは答えの発表です。答えは、4番、血液凝固でした。そして、抗体産生するのは白血球の中の B 細胞です。厳密には B 細胞が分化した形質細胞。この形質細胞が抗体産生します。浸透圧を調整するのはアルブミンとかナトリウムです。酸素の運搬は赤血球が行います。赤血球の中のヘモグロビンが酸素運搬します。成人女性の赤血球数の基準値はどれか。1、150から250万。2、350から450万。3、550から650万。4、750から850万。それでは答えの発表です。答えは、2番、350から450万でした。ただ、もう赤血球数の基準値は、文献によっても結構バラバラです。病院によってもバラバラです。なので、女性は400万ちょいぐらいで覚えてください。そして男性は500万前後で覚えてください。貧血の定義で正しいのはどれか。1、血圧が下がること。2、脈拍を自覚すること。3、立ち上がると失神すること。4、血色素量が減っていること。それでは答えの発表です。答えは、4番、血色素量が減っていることでした。貧血の診断に用いられるのはどれか。1、血糖値。2、尿酸値。3、C 反応性タンパク値。4、ヘモグロビン濃度。それでは答えの発表です。答えは、4番、ヘモグロビン濃度でした。低下すると貧血になります。血糖値は糖尿病の診断指標の一つです。尿酸値は痛風の診断の際に用いられます。C 反応性タンパク値というのは、CRP のことです。なので、炎症の有無の指標になります。強赤が急性貧血の原因はどれか。1、ビタミン A 欠乏。2、ビタミン B12 欠乏。3、ビタミン C 欠乏。4、ビタミン E 欠乏。5、ビタミン K 欠乏。それでは答えの発表です。答えは、2番、ビタミン B12 欠乏でした。他には葉酸不足でも強赤が急性貧血となります。ビタミン A の欠乏で夜盲症が起こります。
ビタミン C の欠乏で壊血病が起こります。ビタミン E が欠乏すると神経障害が起こります。ビタミン K が欠乏すると出血傾向が起こります。ウイルスが原因で発症するのはどれか。1、血友病。2、鉄欠乏性貧血。3、再生不良性貧血。4、成人 T 細胞白血病。それでは答えの発表です。答えは、4番、成人 T 細胞白血病でした。母乳感染で起こります。そして、血友病は先天性疾患です。鉄欠乏性貧血は出血とか鉄分不足が原因です。再生不良性貧血は難病で原因が不明です。食中毒の原因となるのはどれか。1、セラチア。2、カンジダ。3、サルモネラ。4、クラミジア。それでは答えの発表です。答えは、3番、サルモネラでした。汚染された卵などから感染します。カンジダは真菌の一種です。クラミジアは性感染症などを起こします。女性の不妊の要因となります。母乳に含まれている免疫グロブリンで最も多いのはどれか。1、IgA。2、IgE。3、IgG。4、IgM。それでは答えの発表です。答えは、1番、IgA でした。母乳に最も多く含まれているのは IgA です。特に母乳の初期である初乳に多く含まれています。IgE は1型アレルギーに関与します。IgG は胎盤を移行します。IgM は免疫グロブリンの中で最も大きいです。健康な成人の血液中に最も多い抗体はどれか。1、IgA。2、IgE。3、IgG。4、IgM。 それでは答えの発表です。答えは、3番、 IgG でした。 IgG が最も多いです。最も大きいのは IgM です。 IgA は母乳の特に初乳に多いです。 IgE は1型アレルギーに関与します。出血傾向を考慮し、手術前に投与の中止を検討するのはどれか。1、アドレナリン。2、テオフィリン。3、ワルファリン。4、バンコマイシン。それでは答えの発表です。答えは、3番、ワルファリンでした。ワルファリンは抗凝固薬です。副作用に出血傾向があります。よって、手術前に投与の中止を検討します。もちろん、最終決定するのは医師です。アドレナリンは血圧を上昇させます。テオフィリンは気管支拡張薬です。バンコマイシンは MRSA に効く抗生剤です。健康な成人の白血球の中に占める割合が高いのはどれか。1、単球。2、好酸球。3、好中球。4、リンパ球。それでは答えの発表です。答えは、3番、好中球でした。白血球の中の約 50% から 60% ほどを占めています。空気感染するのはどれか。1、結核菌。2、腸管出血性大腸菌。3、ヒト免疫不全ウイルス HIV。4、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌 MRSA。それでは答えの発表です。答えは、1番、結核菌でした。他にも空気感染を起こす感染症として麻疹水痘があります。腸管出血性大腸菌、これは経口感染します。HIV は血液感染や母子感染です。MRSA は接触感染です。針刺し事故によって感染するのはどれか。1、RS ウイルス。2、B 型肝炎ウイルス。3、ヘルペスウイルス。4、サイトメガロウイルス。それでは答えの発表です。答えは、2番、B 型肝炎ウイルスでした。他にも、C 型肝炎ウイルスや HIV も血液感染するので、針刺し事故によって感染してしまう危険があります。RS ウイルスは飛沫感染、ヘルペスウイルスは母子感染などです。母体から胎児への感染はどれか。1、水平感染。2、垂直感染。3、接触感染。4、飛沫感染。
それでは答えの発表です。答えは2番垂直感染でした。垂直感染とは母体から胎児もしくは児に直接感染することです。胎盤感染、産道感染、母乳感染があります。そして垂直感染以外の人から人への感染様式を水平感染と言います。空気感染、飛沫感染、接触感染などは水平感染です。循環式浴槽の水質汚染で発症するのはどれか。1、コレラ。2、A 型肝炎。3、レジオネラ肺炎。4、後天性免疫不全症候群、エイズ。それでは答えの発表です。答えは、3番、レジオネラ肺炎でした。レジオネラ菌は循環式浴槽で感染します。そして、コレラ、A 型肝炎。これらは経口感染です。これらは汚染された飲料水などから感染します。A 型肝炎は下気などから経口感染します。エイズというのは HIV に感染して免疫力が低下した状態です。そして HIV は血液感染や母子感染、性行為による感染などがあります。感染症の潜伏期間で最も長いのはどれか。1、インフルエンザ。2、結核。3、ノロウイルス性胃腸炎。4、流行性耳下腺炎。それでは答えの発表です。答えは、2番、結核でした。半年から2年ぐらいの潜伏期間があります。インフルエンザは1日から3日ぐらいです。ノロウイルス性胃腸炎は1日から2日ぐらいです。流行性耳下腺炎は2週間から3週間ぐらいの潜伏期間です。喀血が起こる出血部位で正しいのはどれか。1、頭蓋内。2、気道。3、食道。4、胆道。それでは答えの発表です。答えは、2番、気道でした。気道での出血が喀血です。食道での出血、もっと言うなら消化管での出血が吐血です。喀血の特徴はどれか。1、酸性である。2、泡沫状である。3、食物残渣を含む。4、コーヒー残作用である。それでは答えの発表です。答えは、2番、泡沫状であるでした。喀血も吐血も口から血を出していることは一緒なんですけども、違いがあります。喀血は気道の出血です。吐血は消化管の出血です。喀血は気道の出血ですので空気が混ざります。なので泡沫状となります。そして胃で出血した場合は胃酸によって血液中のヘモグロビンが黒くなります。そのため胃で出血した時の吐血はコーヒー残作用となります。つまり黒いんですね。また胃酸は酸性ですので胃で出血した時の吐血は酸性となっています。食物残渣を含む、これは胃で出血した時に起こりやすいです。無尿の定義となる1日の尿量はどれか。1、0ml。 2、100ml 未満。3、400ml 未満。4、700ml 未満。それでは答えの発表です。答えは2番、100ml 未満でした。0ml、確かに無尿には入ってるんですけども、定義を聞いています。この場合は 100ml 未満です。400ml 未満の場合は暴尿です。呼吸困難とはどれか。1、呼吸数の増加。2、息苦しさの自覚。3、動脈血酸素分圧、PaO2 の低下。4、経皮的動脈血酸素飽和度、SpO2 の低下。それでは答えの発表です。答えは、2番、息苦しさの自覚でした。主観的な訴えなんですね。そして、脈拍数の増加は頻脈の説明です。動脈血酸素分圧が60トール以下であれば呼吸不全となります。SPO2 が 90% 以下なら低酸素血症です。呼吸困難がある患者の安楽な対位はどれか。1、機材。2、行外。3、採石位。4、骨盤行為。それでは答えの発表です。答えは、1番、機材でした。
機材を取ると重力によって横隔膜が下がりやすくなります。すると肺が膨らみやすいので呼吸困難が軽減できます。行外は胸骨での骨髄穿刺の際に取る体です。採石医は膀胱鏡検査など泌尿器系の処置やダクラス化穿刺など産婦人科系の処置の時に取る体です。骨盤行為はあんまり国家試験問われないので2週目に頑張って覚えなくてもいいです。 CO2 ナルコーシスの症状で正しいのはどれか。 1. 外傷、 2. 徐脈、 3. 浮腫、 4. 意識障害。それでは答えの発表です。答えは4番意識障害でした。 CO2 が蓄積した状態、これが CO2 ナルコーシスです。そして意識障害をきたします。 CO2 は血管を拡張させるので脳血管が拡張すると脳血流量が増えて頭痛とか意識障害を起こします。呼吸器疾患の代表的な症状に外傷はあるんですけども、 CO2 ナルコーシスの症状ではないので注意が必要です。慢性の頭蓋内圧亢進症状などで徐脈が起こります。浮腫は心不全とか腎不全で起こります。呼吸器疾患ではあまり起こらないです。喫煙年数の他に喫煙指数、ブリンクマン指数を決定するのはどれか。1. 喫煙開始年齢、 2. 受動喫煙年数、 3. 家庭内の喫煙者数、 4. 1日の平均喫煙本数。それでは答えの発表です。答えは4番1日の平均喫煙本数でした。ブリンクマン指数は喫煙年数×1日の平均喫煙本数です。400以上で肺がん危険群、600以上で肺がん高度危険群となります。喉頭葉にあるのはどれか。1嗅覚野、2視覚野、3聴覚野、4体性感覚野。それでは答えの発表です。答えは2番視覚野でした。嗅覚野、聴覚野は側頭葉にあります。体性感覚野は頭頂葉にあります。運動制限後中枢はどれか。1中心後回、2大脳基底核、3ブローカ野、4ウェルニッケ野。それでは答えの発表です。答えは3番ブローカ野でした。ブローカ野は前頭葉にあります。脳内で言葉を組み立てます。そしてウェルニッケ野は言葉の理解を司っています。ウェルニッケ野は側頭葉にあります。体温を調節しているのはどれか。1胸、2小脳、3中脳、4視床下部。それでは答えの発表です。答えは4番視床下部でした。体温調節中枢があります。胸には呼吸中枢があります。小脳は姿勢の保持や運動の強調に関与しています。ただし姿勢反射の中枢は中脳にあります。体温調節中枢があるのはどれか。1胸、2延髄、3小脳、4大脳皮質、5視床下部。それでは答えの発表です。答えは5番視床下部でした。他にも視床下部では活中枢や満腹中枢などもあります。胸延髄は呼吸中枢があります。小脳は運動の強調や姿勢の調整を行います。大脳皮質は場所にもよるんですけども、運動の指令とか感覚の統合などを行います。呼吸中枢があるのはどれか。1肝脳、2小脳、3大脳、4脳幹。それでは答えの発表です。答えは4番脳幹でした。脳幹は中脳、胸、延髄のことです。その中の胸と延髄に呼吸中枢があります。肝脳は視床と視床下部に分かれます。視床下部は体温調節中枢、正中枢、接触中枢などがあります。小脳は体の平衡や姿勢、運動の制御を行います。大脳は前頭葉に運動性言語中枢とか側頭葉に感覚性言語中枢などがあります。
言語中枢があるのはどれか。1、大脳。2、小脳。3、胸。4、延髄。それでは答えの発表です。答えは、1番、大脳でした。具体的には前頭葉にブローカ野があります。側頭葉にはウェルニッケ野があります。小脳は運動の強調や姿勢の保持に関与します。胸と延髄に呼吸中枢があります。延髄は他にも血管運動中枢などがあります。脳幹に含まれる部位はどれか。1、延髄。2、小脳。3、下垂体。4、消化体。それでは答えの発表です。答えは、1番、延髄でした。中脳、胸、延髄が脳幹です。脳幹の後ろら辺に小脳があります。下垂体は視床下部からニョキッと下の方に垂れています。消化体は視床下部にあります。睡眠を促すメラトニンを分泌しています。小脳失調で見られるのはどれか。1、下肢の麻痺が認められる。2、姿勢保持が困難になる。3、血圧が不安定になる。4、体がこわばる。それでは答えの発表です。答えは、2番、姿勢保持が困難になるでした。姿勢保持などを担っているのが小脳です。障害されると姿勢保持が困難になります。小脳の失調で運動失調は起こります。ですが、麻痺は生じないです。下肢全体の麻痺は胸髄以上の障害で起こります。延髄や胸髄などの障害で血圧が不安定になります。パーキンソン病などで体がこわばるという症状が起きます。神経伝達物質はどれか。1、アルブミン。2、フィブリン。3、アセチルコリン。4、エリスロポイチン。それでは答えの発表です。答えは、3番、アセチルコリンでした。運動神経と副交感神経の伝達物質です。アルブミンは肝臓で産生されるタンパク質の一種です。フィブリンは血液凝固に関わります。エリスロポイチンは腎臓から分泌される造血ホルモンです。三叉神経の機能はどれか。1、視覚。2、眼球の運動。3、顔面の近く。4、表情筋の運動。それでは答えの発表です。答えは、3番、顔面の近くでした。顔の皮膚はもちろん、舌や目の近くも支配しています。具体的には痛覚や触覚などを支配しています。視覚を支配しているのは視神経です。眼球の運動は、動眼神経、滑車神経、外転神経が支配しています。表情筋の運動は顔面神経の支配です。嚥下に関わる脳神経はどれか。1、嗅神経。2、外転神経。3、滑車神経。4、迷走神経。それでは答えの発表です。答えは、4番、迷走神経でした。他にも嚥下に関わる脳神経として舌咽神経、副神経があります。嗅神経は嗅覚に関わる脳神経です。外転神経、滑車神経は眼球運動を支配している脳神経です。外転神経は眼球の外転運動に関わります。滑車神経は眼球の斜め下運動に関わります。副交感神経の作用で正しいのはどれか。1、瞳孔散大。2、気管支拡張。3、心拍数の増加。4、消化液分泌の促進。それでは答えの発表です。答えは、4番、消化液分泌の促進でした。消化液分泌や消化管運動の促進は副交感神経の作用です。瞳孔散大、気管支拡張、心拍数の増加、いずれも交感神経の作用です。臓器の移植に関する法律における脳死の判定基準で正しいのはどれか。1、瞳孔径は左右とも3ミリ以上。2、脳波上、徐波の出現。3、微弱な自発呼吸。4、脳幹反射の消失。5、線昏睡。それでは答えの発表です。答えは、
4番、脳幹反射の消失でした。対抗反射などが脳幹反射に含まれています。そして、瞳孔径は左右とも4ミリ以上です。他に脳死の判定基準として、平坦脳波、自発呼吸の消失、心昏睡があります。認知症を説明しているのはどれか。1、知的発達の遅延。2、意識障害の出現。3、全身の筋肉の進行性萎縮。4、一度獲得した知的機能の衰退。それでは答えの発表です。答えは、4番、一度獲得した知的機能の衰退でした。これは認知症の説明ですね。認知症で意識障害、具体的には見当識障害を起こすことはあります。しかし、認知症の説明ではありません。知的発達の遅延は知的障害の説明です。全身の筋肉の進行性萎縮、これは筋萎縮性側索硬化症や筋ジストロフィーなどの説明です。臼関節はどれか。1、肩関節。2、膝関節。3、下頭尺関節。4、手根中枢関節。それでは答えの発表です。答えは、1番、肩関節でした。臼関節は屈曲伸展、外転内転、外旋内旋、分回しができる関節です。肩関節と股関節が臼関節です。膝関節は長板関節です。他に長板関節として中関節、つまり肘の関節があります。下頭尺関節は斜軸関節です。他の斜軸関節として正中間軸関節があります。関節可動域、ロムの単位はどれか。1、回。2、度。3、キログラム。4、センチメートル。それでは答えの発表です。答えは、2番、度でした。関節可動域の単位は、10度や20度といった度です。急性の頭痛を起こす可能性が最も高いのはどれか。1、腹視。2、外斜視。3、緑内障。4、眼瞼下垂。それでは答えの発表です。答えは、3番、緑内障でした。緑内障は眼圧上昇によって視神経が萎縮する病態です。眼圧上昇から頭痛も起こります。腹視は白内障の症状です。外斜視になると眼精疲労などが起こります。眼瞼下垂は重症筋無力症などの症状です。緑内障で禁忌なのはどれか。1、アトロピン。2、インスリン。3、フロセミド。4、ジゴキシン。それでは答えの発表です。答えは、1番、アトロピンでした。アトロピンというのは抗コリン薬のことです。相対的に交感神経優位にします。しかし、交感神経を優位にしてしまうと、賛同してしまって眼圧が上昇してしまいます。緑内障では眼圧が上昇することによって視神経が萎縮します。なのでアトロピンは禁忌です。インスリンは血糖値を低下させます。フロセミドは利尿薬です。副作用に低カリウム結晶があります。ジゴキシンは心収縮力を強めます。副作用に不整脈があります。緑内障患者への投与が禁忌なのはどれか。1、コデイン。2、アスピリン。3、アトロピン。4、フェニトイン。それでは答えの発表です。答えは、3番、アトロピンでした。アトロピンは抗コリン薬です。相対的に交感神経を優位にします。交感神経が優位になると眼圧が上昇します。緑内障では眼圧上昇によって視神経が萎縮します。なので投与は禁忌です。アスピリンは血小板凝集を抑える抗血栓薬です。フェニトインは抗転換薬、コデインは弱い麻薬性の鎮外薬です。ですが、あんまり国家試験出ないです。氷剤感覚の受容器が存在する部位はどれか。1、筋肉。2、皮膚。3、関節。4、骨。それでは答えの発表です。答えは、2番、皮膚でした。
感覚には体性感覚、特殊感覚、内臓感覚があります。体性感覚、具体的には痛いとか熱いなどの感覚です。そして体性感覚には表材感覚と深部感覚があります。皮膚や粘膜の感覚は体性感覚の表材感覚です。筋肉、関節、骨、いずれも深いところにあります。これらは体性感覚の深部感覚です。女性の更年期障害に最も関与するのはどれか。1、性ホルモン。2、成長ホルモン。3、甲状腺ホルモン。4、副腎皮質ホルモン。それでは答えの発表です。答えは、1番、性ホルモンでした。具体的にはエストロゲンのことです。閉経によってエストロゲンの分泌低下が起こります。また、プロゲステロンの分泌も低下します。成長ホルモンは分泌更新すると先端巨大症になります。甲状腺ホルモン更新症にはバセドウ病、甲状腺ホルモン低下症には橋本病などがあります。副腎皮質ホルモン、これが上昇するとクッシング症候群になります。初経を発来させるホルモンはどれか。1、卵胞ホルモン。2、抗利尿ホルモン。3、副腎皮質ホルモン。4、甲状腺刺激ホルモン。それでは答えの発表です。答えは、1番、卵胞ホルモンでした。エストロゲンの別名です。そして、抗利尿ホルモン。これは、腎臓の集合管というところで水分を再吸収します。副腎皮質ホルモンは、抗炎症と糖新生、つまり血糖値を上げる作用があります。甲状腺刺激ホルモンは、甲状腺ホルモンの分泌を促進させます。そして、甲状腺ホルモンは、全身の代謝をアップさせます。分娩時に分泌が更新し、子宮筋を収縮させるホルモンはどれか。1、エストロゲン。2、オキシトシン。3、バソプレシン。4、プロゲステロン。それでは答えの発表です。答えは、2番、オキシトシンでした。乳汁を分泌します。もっと言うなら、射乳を行います。ちなみに、乳汁を作るのはプロラクチンです。エストロゲンは、子宮内膜を増殖させたり、妊娠を維持させたりします。バソプレシンは腎臓の集合管という部分で水分を血管に戻します。難しい言い方で再吸収を行います。プロゲステロンは妊娠を維持させるホルモンです。ハイサーファクタントの分泌によって胎児の排気機能が成熟する時期はどれか。1、在胎10週頃。2、在胎18週頃。3、在胎26週頃。4、在胎34週頃。それでは答えの発表です。答えは、4番、在胎34週頃でした。ハイサーファクタントというのは、肺胞が潰れないようにしてくれる物質です。これが十分分泌されていなかったら、肺胞が潰れてしまいます。すると、ガス交換ができなくなります。そんなハイサーファクタントが、成熟する時期、それが在胎34週頃です。痔の吸血刺激によって分泌が更新し、分娩後の母体の子宮筋の収縮を促すのはどれか。1、オキシトシン。2、プロラクチン。3、テストステロン。4、プロゲステロン。それでは答えの発表です。答えは、1番、オキシトシンでした。子宮収縮作用以外にも、乳汁の分泌、もっと言うなら、射乳を行います。そして、乳汁の産生を行うのはプロラクチンです。テストステロンは男性生殖器の発育とか精子の形成を促します。プロゲステロンは分娩後分泌が減少します。コプリック斑が見られる疾患はどれか。1、麻疹。2、手足口病。3、帯状疱疹。4、ヘルパンギーナ。それでは答えの発表です。答えは、1番、麻疹でした。コプリック斑は頬の粘膜にできる白い斑点です。麻疹で見られます。水痘帯状疱疹ウイルスに感染し、水痘症状が消失しても神経節に潜伏し、免疫低下した際に発症するのが帯状疱疹です。妊娠初期の感染で、痔に難聴が生じる可能性が高いのはどれか。
1、水筒。2、風疹。3、麻疹。4、流行性耳下腺炎。それでは答えの発表です。答えは、2番、風疹でした。妊娠初期の妊婦が感染すると、次に、難聴や心疾患、白内障のリスクがあります。1000点以上はどれか。1、尋常性白斑。2、急性灰白髄炎。3、重症筋無力症。4、心房中隔欠損症。それでは答えの発表です。答えは、4番、心房中隔欠損症でした。急性灰白髄炎はポリオウイルスによる感染症です。重症筋無力症、これは神経と筋肉の接合部が障害される難病です。原因は不明です。後発年齢は20代から40代の女性です。水痘の症状はどれか。1、耳下腺の主張。2、両胸部の微慢性黄斑。3、水泡へと進行する黄斑。4、解熱前後の斑状球心性発疹。それでは答えの発表です。答えは、3番、水泡へと進行する黄斑。これが水痘の症状です。耳下腺の主張は、流行性耳下腺炎。これはムンプスとかオタフク風邪のことです。この流行性耳下腺炎の症状です。両胸部、つまり両頬の黄斑は伝染性黄斑の症状です。伝染性黄斑はいわゆるリンゴ病です。反性劣性遺伝病、X 連鎖劣性遺伝病はどれか。1、血友病。2、ダウン症候群。3、先天性風疹症候群。4、フェニルケトン尿症。それでは答えの発表です。答えは、1番、血友病でした。血液凝固因子の一部が欠乏した病態です。よって出血傾向になります。男児に発症します。ダウン症候群は21番目の染色体が3つになっている病態です。これは染色体異常に該当します。先天性風疹症候群、これは妊娠初期の妊婦が風疹に罹患するとその時に起こる症候群です。心疾患や難聴などを起こします。フェニルケトン尿症、これは上染色体の劣性遺伝です。ただ現在は劣性遺伝という言い方ではなくて先性遺伝という言い方が主流です。昔の国史をそのまま使っております。そこだけご了承ください。心的外傷後ストレス障害 PTSD で正しいのはどれか。1、数日間で症状は消失する。2、特定の性格を持った人に起こる。3、日常の些細な出来事が原因となる。4、原因になった出来事の記憶が繰り返し蘇る。それでは答えの発表です。答えは、4番、原因になった出来事の記憶が繰り返し蘇るでした。その原因というのは災害など衝撃の強い出来事です。そして、1ヶ月以上持続します。どんな人でも起こりうるのがこの PTSD です。血小と頭頂のブドウ糖溶液の濃度はどれか。1、5%。2、10%。3、20%。4、50%。それでは答えの発表です。答えは、1番、5% でした。5% のブドウ糖溶液は血小と同じ濃度です。よって体内への刺激が少ないです。死の三兆候に含まれるのはどれか。1、体温の低下。2、心拍の停止。3、筋肉の硬直。4、角膜の混濁。それでは答えの発表です。答えは、2番、心拍の停止でした。死の三兆候は自発呼吸の停止、心臓の停止、瞳孔散大と対抗反射の消失の3つです。成人で1日の尿量が 100ml 以下の状態を示すのはどれか。1、気尿。2、頻尿。3、暴尿。4、無尿。それでは答えの発表です。答えは、4番、無尿でした。1日の尿量が400以下の場合は、暴尿です。
気尿というのは排尿回数が少ない状態です。それに対して頻尿は排尿回数が多い状態です。手術予定の患者が服用している場合、安全のために術前の休薬を検討するのはどれか。1、鉄剤。2、抗血小板薬。3、間血管拡張薬。4、プロトンポンプ阻害薬。それでは答えの発表です。答えは、2番、抗血小板薬でした。副作用に出血傾向があります。そして出血の危険がある手術では休薬を検討します。3番、これもあながち間違いではありません。出血のリスクから術前に中止を検討することがあります。鉄剤、これは出血による貧血を防ぐために処方される場合があります。プロトンポンプ阻害薬、これは胃酸分泌抑制薬です。特に術前に休薬する必要はないです。外分泌器官はどれか。1、涙腺。2、甲状腺。3、胸腺。4、副腎。それでは答えの発表です。答えは、1番、涙腺でした。涙腺は外分泌器官です。まず、内分泌器官は血管内に分泌物を分泌する器官です。具体的にはホルモンなどがあります。ホルモンは必ず血管を通りますね。ということで、甲状腺は甲状腺ホルモンを分泌します。副腎はコルチゾールやアルドステロンといったホルモンを分泌します。よって内分泌器官です。胸腺もごっつマイナーなんですけども、ホルモンを分泌しています。よって内分泌器官です。それに対して、涙腺は外分泌器官に該当します。血管以外に分泌するものは外分泌器官です。健康な成人における1日の平均尿量はどれか。1、100ml。2、500ml。3、1500ml。4、2500ml。それでは答えの発表です。答えは、3番、1500ml でした。ちなみに、100ml 以下は無尿です。500ml というのは膀胱の平均容量です。1日の尿量が 2500ml ぐらいになってくると、多尿と呼ばれてきます。脳死の状態はどれか。1、縮瞳がある。2、脳波で徐波が見られる。3、自発呼吸は停止している。4、痛み刺激で頭皮反応がある。それでは答えの発表です。答えは、3番、自発呼吸は停止しているでした。他の脳死の判定基準項目として、瞳孔散大、平坦脳波、心昏睡、脳幹反射の消失があります。抗菌薬について正しいのはどれか。1、ウイルスに有効である。2、経口投与では効果がない。3、耐性菌の出現が問題である。4、正常の細菌層には影響を与えない。それでは答えの発表です。答えは、3番、耐性菌の出現が問題である、でした。緑脳菌や MRSA など複数の薬剤に耐性を持つ抗菌薬が問題になっています。そして抗菌薬、この菌というのは細菌などを指します。なので細菌に有効です。経口投与でも効果があるものはあります。正常の細菌層に影響を与えてしまいます。そして例えば腸内細菌が死滅すると下痢などを起こしやすいです。インドメタシン内服薬の禁忌はどれか。1、痛風。2、咽頭炎。3、消化性潰瘍。4、関節リウマチ。それでは答えの発表です。答えは、3番、消化性潰瘍でした。インドメタシン内服薬。これは非ステロイド性抗炎症薬エネセイズです。鎮痛や解熱、抗炎症作用があります。ただし、副作用に消化性潰瘍があります。そのため、消化性潰瘍の患者には禁忌です。痛風発作による疼痛にこのエネセイズは有効です。そして、
抗炎症作用があるので、咽頭炎の炎症にも有効です。関節リウマチの関節痛にも使用することがあります。膵管と合流して、第十二指腸乳頭、ファーター乳頭に開口するのはどれか。1、胆管。2、総胆管。3、総胆管。4、胆嚢管。それでは答えの発表です。答えは、3番、総胆管でした。これは実際にイラストを見た方が早いです。総胆管は図の矢印で示している部分です。1番の胆管は図の矢印で示している部分です。右胆管と左胆管があります。その右胆管と左胆管が合流すると総胆管になります。そして一旦胆嚢の方で胆汁は貯蔵されるんですけども、その胆嚢に続く道が胆嚢管です。そして総胆管、総胆管、ここが合流して十二指腸まで続いている胆汁の道が総胆管なんです。死の三兆候に基づいて観察するのはどれか。1、腹壁反射。2、腹層反射。3、対抗反射。4、深部腱反射。それでは答えの発表です。答えは、3番、対抗反射でした。死の三兆候は自発呼吸の停止、心臓の停止、瞳孔散大と対抗反射の消失です。正規産となる出産時期はどれか。1、妊娠35週0日から39週6日。2、妊娠36週0日から40週6日。3、妊娠37週0日から41週6日。4、妊娠38週0日から42週6日。それでは答えの発表です。答えは、3番、妊娠37週0日から41週6日でした。37週0日から41週6日が正規産です。そして、妊娠22週0日から36週6日を早産と言います。妊娠42週0日以降を下期産と言います。尿の回数が異常に多い状態を表すのはどれか。1、頻尿。2、暴尿。3、尿閉。4、尿失禁。それでは答えの発表です。答えは、1番、頻尿でした。暴尿は1日の尿量が 400ml 以下の状態です。尿閉は尿を生成できるんですけども、排尿できない状態です。尿失禁は尿をコントロールできず漏らしてしまう状態です。吐息やくしゃみをした時に生じる尿失禁はどれか。1、逸流性尿失禁。2、機能性尿失禁。3、切迫性尿失禁。4、反射性尿失禁。5、腹圧性尿失禁。それでは答えの発表です。答えは、5番、腹圧性尿失禁でした。骨盤底筋群の低下で起こります。腹圧がかかると、尿失禁を起こしてしまう失禁。それが腹圧性尿失禁です。逸流性尿失禁は尿が出せず、膀胱に溜まっていって、その重みで失禁してしまうことです。機能性尿失禁は排尿機能に問題はありません。しかし、トイレまでの移動が間に合わずに失禁することです。脳梗塞や認知症などで起こります。切迫性尿失禁は急激な強い尿意でトイレまで間に合わず失禁することです。過活動膀胱などが原因です。反射性尿失禁は尿意がなく失禁することです。脊髄損傷などで起こります。認知症の中核症状はどれか。1、幻聴。2、抑うつ。3、起死燃料。4、見当識障害。それでは答えの発表です。答えは、4番、見当識障害でした。他にも中核症状として、記憶障害や失認、失効、実行機能障害などがあります。幻聴、抑うつ、起死燃料は認知症の周辺症状です。経口感染するウイルス性肝炎はどれか。1、A 型肝炎。2、B 型肝炎。3、C 型肝炎。4、D 型肝炎。それでは答えの発表です。答えは、1番、A 型肝炎でした。
下記などの経口感染で起こります。 B 型肝炎、 C 型肝炎は血液感染や母子感染を起こします。具体的には賛同感染のことです。ダウン症候群を生じるのはどれか。 1.13 トリソミー、 2.18 トリソミー、 3.21 トリソミー、 4. 性染色体異常。それでは答えの発表です。答えは3番21トリソミーでした。21番目の上染色体が3つある病態です。性染色体異常というのは XY 染色体もしくは XX 染色体に異常がある状態です。具体的には X 染色体だけのターナー症候群とか X 染色体が2つと Y 染色体1つになっているクラインフェルター症候群などがあります。受精卵の正常な着床部位はどれか。1. 卵巣、 2. 卵管、 3. 子宮体部、 4. 子宮頸部。それでは答えの発表です。答えは3番子宮体部でした。厳密には子宮体部の子宮内膜に着床します。そして卵巣の中の卵胞から卵子を排出します。これを排卵と言います。卵管部のやや膨らんでいるところを卵管膨大部と言います。ここで受精が起こりやすいです。受精から着床開始までの期間はどれか。 1. 1から2日、 2. 6日から7日、 3. 13から14日、 4. 20から21日。それでは答えの発表です。答えは2番6日から7日でした。これが受精から着床までの期間です。ちなみに受精してから子宮に到達するのは5日ほどです。正規さんの定義はどれか。 1. 妊娠36週0日から40週6日、 2. 妊娠37週0日から41週6日、 3. 妊娠38週0日から42週6日、 4. 妊娠39週0日から43週6日。それでは答えの発表です。答えは2番妊娠37週0日から41週6日でした。そしてそれ以前の妊娠36週6日までの出産は早期産、また妊娠42週0日以降の出産は下期産となります。最終月経の初日を0日とすると分娩予定日は何日目か。 1.260 2.280 3.300 4.320。それでは答えの発表です。答えは2番280日でした。分娩予定日は最終月経の初日から40週0日です。よって 40×7 日で280日となります。胎児の頭部が子宮口に最も近い体位はどれか。 1. 頭位、 2. 斜位、 3. 王位、 4. 骨盤位。それでは答えの発表です。答えは1番頭位でした。分娩時の正常な体位です。骨盤位というのは児の臀部が子宮口に近い体位です。妊娠後期で骨盤位になると異常になることが多いです。分娩第2期はどれか。 1. 陣痛開始から子宮口全開大まで、 2. 排輪から発露まで、 3. 子宮口全開大から胎児便出まで、 4. 胎児便出から胎盤便出まで。それでは答えの発表です。答えは3番子宮口全開大から胎児便出まででした。分娩第1期は陣痛開始から子宮口全開大までです。分娩第2期は子宮口全開大から胎児便出までです。分娩第3期は胎児便出から胎盤便出までです。そして陰裂間に痔の頭が見えて陣痛の完結時、つまり陣痛がない時には見えない状態を排輪と言います。それに対して陣痛がない時でも痔の頭が見える状態を発露と言います。どちらも分娩第2期の始まりとか終わりとかではないです。経実分娩の正常な経過で最初に起こるのはどれか。 1. 発露、 2. 排輪、 3. 胎盤の便出、4. 児頭の便出、5. 子宮口の全開大。
それでは答えの発表です。答えは5番、子宮口の全開大でした。子宮口の全開大の後に排卵、発露、児童の便出、胎児便出、胎盤の便出が起こります。排卵というのは陰裂間に児童が見えて、そして陣痛が収まっている時には児の頭が見えない状態です。それに対して発露は陣痛が収まっている時でも児の頭が見える状態です。ということで排卵が起こってからその後に発露が起こります。母乳栄養で不足しやすいのはどれか。1ビタミン A、 2ビタミン B、 3ビタミン C、 4ビタミン E、 5ビタミン K。 それでは答えの発表です。答えは5番ビタミン K でした。そのためビタミン K を出生後早期に投与します。 K2 シロップのことですね。繊毛の誘発因子はどれか。1身体拘束、2心血管障害、3低栄養状態、4電解質バランス異常。それでは答えの発表です。答えは1番身体拘束でした。繊毛の因子は直接因子、準備因子、誘発因子に分かれます。直接因子はそれだけでも意識障害を起こす因子です。心血管障害、低栄養状態、電解質バランス異常、いずれも直接繊毛を起こす因子です。準備因子は高齢や認知症など繊毛を起こしやすい本人の特性です。誘発因子は環境要因や身体拘束、不快な身体症状などです。それだけで意識障害を起こすわけではないんですけども、準備因子や直接因子を増強させて繊毛を起こします。典型的なうつ病の症状はどれか。1幻聴、2感情失禁、3理由のない爽快感、4興味と喜びの喪失。それでは答えの発表です。答えは4番興味と喜びの喪失でした。そして幻聴は統合失調症の陽性症状です。感情失禁というのはわずかな刺激で過剰に泣いたりすることです。血管性認知症で見られます。理由のない爽快感、これは爽病で見られます。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介お願いします。 X、旧 Twitter や Instagram では毎日国試問題を出題しています。概要欄からフォローの方お願いします。また X では夕方に勉強の知識も発信しております。今回必修の目標3をお送りしました。もし皆さんのリクエストがあれば目標1、2、4も作りたいと思います。それでは今日も見ていただきありがとうございました。